こんにちは、小田原急行 TV です。ついに公式から新百合ヶ丘営業所についてのニュースリリースが発表されました。この動画は新百合ヶ丘営業所の概要、当初の計画、開業後の予想の3つのテーマに分けて進めていきます。まず概要です。開業日は2022年10月16日、日曜日の始発からです。住所は神奈川県川崎市麻生区大善寺西4丁目14番5号です。既存の町田営業所は10月15日をもって閉鎖されます。そして翌日の10月16日に新百合ヶ丘営業所が開業します。移転による路線の新設・廃止はないようです。一部系統ではダイヤ改正が実施されます。詳細は10月上旬に公開されます。次に、当初の計画をもう一度振り返ってみましょう。まず営業所新設の目的は、町田営業所、登戸営業所は満車状態であること、平日夕刻、週末の新百合ヶ丘駅周辺の道路渋滞のため、定時運行に支障をきたすこと、臨時バスを派遣する際に、即効性に欠けることが問題となっており、それらを改善することにあります。バス駐車場のスペースは177台。ちなみに登戸営業所は111台と予備19台です。こちらは稼働計画の引用です。左が新百合ヶ丘営業所、右が登戸営業所です。平日は358台が計画されています。登戸営業所は353台であり、新百合ヶ丘営業所の規模は、現在の登戸営業所の規模に近いと予想されます。ここからは動画投稿時点での計画ですので、変更となる場合もありますのでご了承ください。まず、車両の動きについてですが、現在の町田営業所から移籍する車のみが配属される予定です。つまり、登戸営業所からの移籍する車はありません。次に管轄路線についてです。新百合ヶ丘営業所の管轄路線は、現在の町田営業所の管轄路線と同じになります。新百合ヶ丘駅発着路線の移管も予想されましたが、特に変更はありませんでした。新百合ヶ丘営業所の開業が楽しみですね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。